宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあそこです。ともこです。ちかこです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。遅ればせながら遅ればせながらあ、主婦はゆっくりしております。紅白なんだけどいいじゃない、おめでとう。あれ狙ってないですけど皆さんどんなお正月をお過ごしでしたでしょうか。満喫しました。私あ、なんかどこ行ってたの。うん、あの親族で十何人でホテル泊まりに行って、うん、お正月に。そう、年越しに。うん、年明けてから。私が以前勤めてた。あ、そうなんだ。そうそうそう、わざわざ地元のホテルに泊まる。地元のホテルに行ったんよ。で、はいはい、まあみんな集まりやすいしな。え、年末年始めっちゃ高いな、そこ。あ、そう。うん、うん、高かったけど。どこのホテルかね、うん、パスポート持ってなかったら高かったんよ。パスポートそんなのあるの。証明書か、あのやりましたっていう証明書があったら、うん、すごい5000円割引。1人、うん、めっちゃ違う。めっちゃ違うよ。何その差別。なその12月いっぱいまでは、うんうんうん、あの県民割引で、うん、県民は安く泊まれたのだけど、うんうんうん、それがなんか変わって変わったんだ。そう、やってる人は安く泊まれるよっていう。あのさ、その、うん、終わらせた方たちっていうのはみんな持ってるもんなん、その、うん、なんかしょう、うちその証明やりましたみたいな、うん、持ってるみたいよ。あ、持ってるらしいよ。なんかカード提示するらしい。そうなん、うん、それすら知らない。うん、そうなんだ。なんかそれホテルのストアで見せたら割引してくれるんだ。うんうん、そうなってますわよ。そういう感じになってるんですね。世間では。世間では多分そこで勤めたらさせられてたかもしれない。 100%。 マジか、すごい差別ですね。うんうん、そう、それびっくりしたわ。うん、今は楽しく過ごして、もう正規のお値段で。正規のお値段で、はい。でも久々にね、あの、まあ、娘も帰国したから、うんうん、なんか家族も揃ってお正月できて、うんうんうん、よかったです。はい、はい。まあちょっとね、新しい年が始まったということで、うんうん、今年はどんな年になるのか。それが、うん、私ね、4日の朝なんですけど、うん、面白い映像が見えたんよ。うん、うん、あの大抵ね、なんかそういうメッセージが来るときって、あの朝方寝起きぐらいの時に、ぼーっとしてる時に来るよ。パンってそう、なんか言うよな。寝起きになみたいな、なんか映像とかがね見える人なんですけど。そうなんですよ。また、うん、あのちょっとしたメッセージがね、たまに来るんですけども、うんうん、そんな長ったらしいやつじゃなくって、うんうん、それを見たら、あ、分かるっていうことなんで、ね、大抵ね、うんうん、で今回の場合は、うん、目なんですよ。目なんですよ。目が本当に片目だけ、片目だけが目の前に見えて、うん、え、なんじゃ、あっちのマークやった。ついにあっち側に行かれたんですね。違うよ。なんでやねんと思ったよ。でっかい目。でっかいよ。目だけだもん、だって。闇側じゃない。めっちゃまつげバチバチ。そうなの。ね、それで、その、まあ、黒目があるじゃん。うん、黒目の真ん中に、なんか字が見えると思ったよ。ね、それが白で、もうくっきりと見えたの。お金のマーク。あ、円マーク。円マーク。Y にちょんちょんっていう。うんうん、はっきり見えたのね。え、円マークやんと思ったよね。お金に目が眩ってる人のマーク。お金についに目が見えたのね、それが見えて、お金じゃんと思った瞬間に、それが十字架になったのね。突然円から、円から十字架に、白の十字架に変化して、と思って、あ、なんか、魔法が解けたと思ったね、その時ね。魔法が解けて、あ、お金から人の意識が愛に変わったんだ、今日から。へー。不思議な体験でしたね。うん、なんかね、あそこさん、こう不意にこう降りてくる言葉とか映像とかがあるんだけど、大体その世の中をね表してたりとか、まあ、あるんですよね。
なんかどっかから降りてくるメッセージ、なんかそれで、うん、やっぱりそのお金の今のシステム、うん、闇のシステムが愛のシステムに変わったっていうメッセージだったんじゃないかって、だったんじゃないかなって受け取ったんですね。そうなんです。すごいね、分かりやすく見せてくれて親切親切だよね。だって剣が十字架になるんだろ。そうだよ。すごいな。ね、最初はもう闇側に願いながら。びっくりした私思って。あっちからのメッセージが来たから。言って。何チャネリングしてんだって。そうでしょ。そうでした。はい。なんかちょっといい兆しですね。いい兆しだと思いますよ、これ。で、ももちゃんは なんか見方。あ、私はなんか夢をね、ほんま朝子さんと同じ日だったと思うんだけど、いつも夢忘れるんだけど、しっかり覚えてて、うん、もうそれ大洪水の夢だったよ。あらら、うん、なんかこう窓の外を見ると、うん、すっごいもう大変な状況、人が溺れてたり、うん、家が浸かってたり、うん、もう車も浸かってたり、うん、それをでも、うん、私がいる家の中には1ミリも入ってこなくて、水がなぜか、うん、でそれは大変そうだな外はって見てるよ。全然怖くない感じなの。怖くはなくて、大変そうだなってこう人ごとみたいな感じで、それで終わったんだけど、不思議な夢だった。ちょっとどういう意味か分かんないんだけど、あのやっぱり目覚めた人はそこに巻き込まれないっていう、渦に巻き込まれない、世の中は大変な感じだけども、それを冷静に見てるっていうような感覚だった。ちかちゃんはすっごいトイレを掃除する夢。へえ。自分家のトイレじゃないの、なんか、うん、公共のトイレとかをすごい磨いてピカピカにする夢を2回も見たんだけど。2回も見た。2回も見た。そういう趣味あるの？ないよ。ないけど。いや、今年の初夢はそれでした。へえ。なんだろうね。なんか汚いものをこう浄化していくっていう感じなのかな。私ひつくしんじをずっと読んでるんだけど、まあ、いろんな人が出してる本があるんよ、うん、でも大体お内容は同じようなことで、ちょっと若干ズレはあるんよ、うん、日程的なこととかもね、うん、だけどおーっていうようなこと書いてあったので、うん、紹介しようと思います、はい、2022年大変な年になるよっていうのがもう前もって書かれてるんよ、うんうん、で2020年ぐらいからやっぱりそういうね、時期に入ってきて、2026年までもがいたりとか、まあ大変な感じ。26年まで、うん、あと4年ぐらいは、まあ、うん、諸説あるんですけどね、うん、でもやっぱりそのもがいたりとかする時期も、うんうん、なんか必要なんかなって、うんうん、何もなしではやっぱり人って気づかないし、うんうん、そういう時期なんだろうなって、うん、でそういうことを経てやがて弥勒の世になっていくっていうようなこと書いてあったよ。ウイルスのことも、うん、それっぽいこともやっぱり書いてあるよ、内容に。病気自体が怖いっていうよりも、うんうん、心の問題ですって書いてあった。あ、なるほど、ね、人の心がやっぱりそういう情報に操作されて、うんうんうん、恐怖心で、そう、それが問題ですって、うん、そうよね、恐怖心とか今もその周囲の目とかが気になって対策がやめられないとか、そういう感情を一旦出さないとなくならないから、そうだよ、ね、出してんだと思う。恐怖がやっぱある人が多いんだ。不安とか恐怖とか心配とかすごい持ってるもん、みんな、うんうんうん、怒り持ったままの人もすごい多いっていうの、ね、感じるよね、うんうん、何かあった時にこれどう思うって言って話し合いをすることがすごい大事って書いてあるから、仲間たちと、そう、うんうん、なかなか今分断されてて、そうね、人と話しするができない状況だもんね、うん、そう、だから分断っていうのが結局向こう側の思うツボじゃん、うんうん、家族でさえ分断されてるもんね、うん、そう、あの推進派と否定派と、 そう、それでもう大変だし、ね、うん、そう、とにかく分断さすように持っていってるから、うんうん、でやっぱりこう起こっていることを全部鵜呑みにしない、うん、まずこれって本当はどうなんていう意識で、うん、捉えて、で話し合ったりとかね、これは取り入れていいもの
いけないものっていうのを感じて判断するっていうの大事よっていうことをやっぱ言ってたんよ。ほう、あ、それはもう 何百年も前に、うん、でね、あとね、人の命をね、うん、本当に大切に思ってるお医者さんと手を組みなさいって、うん、薬とかにね、うん、頼らないお医者さんを応援しなさいって。相当な少数派だと思いますが、うん、お人よしの人は、うん、大切な人や家族を守るためにねっていう理屈に弱いんだって、うん、あ、なんかもうそれ耳にタコができるのを聞いたような気がするんですけど、そうそう、だからそういうのを鵜呑みにしたらダメなんよっつって、うん、だからただの人よしだったらダメなんよっていうことが書いてあるんや、うん、あー、そうなんだね、うん、この時代を乗り越えられないってことよね。強さとか、うん、その自立心とか、うんうん、そういうものがないと、うん、そう、疑問に思うっていうことが、うん、よもぎについてもちょっと触れてて、よもぎすごいよっていうのが、そう、触れてるんよ、よもぎが、うんうん、でちゃんと万能薬ねみたいなやつは準備されてるんだって、うん、松葉だってそうじゃん、日本にしかないやつ、その辺にあるやつそう、どこにでもあるよ松の木も、うん、ね、じゃうじゃん、よもぎだって庭に生えてるしさ、うん、ね、うん、そう、だからそういうものも手当てに上手に使って超えていくんだよとかみたいなこと書いてあるよ、でね、浄化ってな、自然集団免疫をつけることって本当に人間がもともと持ってる力とか、うん、それ精神的にもそうだと思うんだけど、うんうんうん、あの、そういう本当に免疫を上げろっていう、うん、だから精神も毒されないように、うん、自分とつながって、うん、自然とつながって、うん、そして宇宙とつながって生きなさいよっていうこと、ね、免疫を上げるってもうなんか物理的にこの肉体を大事にするってことだね、うんうんうん、強くするっていう、肉体って神の入れ物っていう風に表現されてた、神の入れ物なんだ、うんうん、そう、この体は、うん、お借りしちゃってる、そう、お借りしちゃってるのよ、そうよね、それを大事にしないなんてのはもうありえないし、うん、そう、だから浄化っていうとなんか誰かに浄化してもらおうとか、うん、何か物に浄化してもらおうとか、うん、アクセサリーだとか、うん、そういうことではない、だから依存はいけんけど、その、うん、やっぱそういう意識があって、うん、それを持つんだったらいいと思うよ、うん、だけど自分何もこう気をつけずに、うんうんうん、あ、これさえしてれば大丈夫みたいな、うん、何食べてもこれやってるから OK とかっていうのはちょっと違うっていう、やっぱり、ね、これつけてたらいいそれじゃないんよ、うんうん、自分にも目覚めて、世の中の茶番からも目覚めて、ね、うん、やっぱりね、そういうことは大事って大昔にね、うん、やっぱり五感を使って感覚をフル活用して、うん、そのためには感覚が眠らされてるから、うん、ね、変なもの取らされたりとかね、そういうところからやっぱ全部つながってるわけで、うん、急にこう黄金時代にバッていくっていうんじゃ じゃないんだねそんな生ぬるいもんじゃないですね、生ぬるいと思わない意識を変えていくのに、うん、やっぱりもがき苦しむ必要はあると思うよ、うん、そう、真逆の生き方しないといけないんだもんね、そうなんよ、だったら自分の中にやっぱり重たいものを持ったままだったらダメなんよ、うん、そりゃそうだね、うん、感情をね、そう、さっきあさこさんが言ったように、うん、一旦出して、うん、そう、ね、あの、そういうものがあったんだっていうのをまず知ってそれを出して、うん、ね、そっからスタートっていうね、そうそう、だからね、こういう感情私は持ってたんだって気づく、うん、気づいて、うん、ああそうかって受け入れるだけでその感情が成仏するんよ、うん、そうなん、実は、うんうん、スッてね、うん、本当に上がるんよね、うんうん、そうすると軽くなるんよね、うん、見ないようにしてた、うん、なんか怒りとかを、うん、出すっていう、これすごい大事ですよね、とにかく、すごいもう傷つけられた自分はそんな大したことないよみたいな感じにさせられてたけど、やっぱり残ってるよね、うん、かそういうものを本当にバーって出して、うん、そしたら全く違う
人生になっていくんよ、そっからね。そういう人ってあるから、うん、何にもしてなくても幸せなはずなのに、うん、なんか不安なんですとか、なんか怖いんですっていうよ、うんうん、っていうことは何かがあるわけね。理由がわからないから、ね、そうそうそう、うん、でそれをワーク受けて そこだっての気づいて思いっきり出したら、うん、その日以来恐怖心がなくなったので、うんうんうん、恐怖心なくなると自分らしく生きてれるようになります、うんうん、そういうことですね、うん、はい、ということで、うん、今月の告知はい、はい、1月21広島、22久留米、23長崎、そして25熊本、26鹿児島、28宮崎、29大分、30愛媛に行きます。はい、はい、それではまたお会いしましょう。はい、ごきげんよう。